こんにちは。 mba と心理カウンセラーの資格を持つ結婚相談所スマートブライダルの代表モデルの吉野舞子です。え今日はワシントン大学の研究結果から見る、えこんな女には気をつけろっていうことをお話しさせていただきますねえ。こういうふうな口癖をしている女性というのはえ絶対危険だ。こんな人とえ一緒にいると男性は不幸になるよっていうお話をさせていただきますので、これに当てはまる女性を見つけたら男性の皆さん、速攻逃げましょう。そして女性の皆さんはこんな風にならないように気をつけましょう。そんな大学の、えー、研究の 結果のお話をさせていいたただきたいと思いますということで、えー、まずね、えー、口癖の種類3つそして、えー、最終的にこれをやる人はダメですよってお話したいと思いますのでぜひ最後までお気を付けあのお付き合い,いただければと思います、ね。ということでまず1つ目1つ目は何であなたはいつもそうなのっていう女性に気をつけましょうねんであなたはいつもそうなのって,、ね、のってこれはねあのワシントン大学の研究の結果によると一般化された批判と言います。 ね、これは、ね、どういうことかというと一方的に、ね、相手を批判するんですけれどもそれをたった1つの例外を一般化しちゃうんですよ。 なんか、いつもね、そんなことしないのに、一個だけ気になるようなことがあったりとか、ね、あの、いつもそんなことしないのに、一個だけやましいなってことがあったりとかするとか、言うと、もう本当に、こう、あなたはなんでいつもそうなそうやってねあ、いつも怪しいことばっかりとか、もう一つのこと、もう一個しかないことを切り出して、それに対して、もうあなたはいつもなんでそうなのとか、もういつもそうなのねとか、あと、 私の相手してくれないんだから、いつもそうじゃないとか、私は気持ちをいつも分かってくれないとか、そうやってね、いつもそうやって散らかしてとかっていうことでも、なんか、たった一つのことを取り上げて、それを、なんであなたはいつもそうなこすべてのことに出して、いつもそうです。もう大いそうよねみたいなことにしてしまうっていう、そういうふうな、え、批判をしちゃうんですね。すげかえちゃう批判をするような人のこと言いますね。で、こういう女性は結構、あの、いつも浮気されるとか、ろくな男がいないっていうこともよく言ってます。 ね、だから本当にねいつもお湧きされたいとか、いつもお湧きされるのよ、私はと録の男がいないのよとかいつもこんな目にあってばっかりいる、なんで私ばっかりいつもそうなのよとかあなたはいつもこういうことばっかりしてるのねとかいうような人っていうのと一緒にいると結婚イコール墓場になりますね。これは本当にあの一つのことを取り上げてそれを全部そうなんだからっていうふうになっちゃうんですよ。だから例えば男性の皆さんがね 相手の女性に対して、これよかれと思ってしてあげたことあるとするじゃないですか。例えば、こう、一個ね、あの、洗濯を取り込んであげましたとか、なんか掃除をちょっとしましたとか、お洗濯物を取り込んだだけじゃなくて、あの、ゴミ出しをしましたとか、あと、洗い物しましたとか何かやりますよね。で、もしそこでね、一個粗相があるとするじゃないですか。粗相があると、女性としては、 もうあなたはなんでそうやのうやって何もできないのとだからもうそういうふうなのかダメなのよとか、仕事できないのよとか、そのうちね、やってしまう、あの、言い始めるのが怖いのが、もうなんでいつもね、私ばっかりでこうなのとか、もういつもね、私がね、こういうふうにやってるからね、あの、苦労してんのよとか、もう私ばっかり本当にこんな大変な思いしてあなたはいいわよねとかなったりとか、あと、最終的には、もう、 私はもう結婚でどれだけ、この結婚でね、どれだけ私がね、大変な思いしたと思ってな、あなたのせいでね、この結婚は大変なのよ、みたいな感じになっちゃうんですよ。 もうね、散々ですよ、散々。一個のことを全てに対して、こう、あなたのせい、あなたのせい、一般的にはそうだとか、あと、なんか全てが、一時が万事そうだとかっていう風な形にされてしまって、最終的には、その結婚の理由とか原因とかっていうところも、自分の結論で結婚をしたのに、相手の責任しちゃうんですよね。で、相手の責任して、で、私は、自分が今できてないことを棚にあげ、 相手が何かミスったり気になったことが一言に対してすべてそこの原因にすげ替えてしまってもうすべてあなたのせいそれのせいそれのせいっていうふうになっちゃうんですね。これはね、あの、やばいですね。あ、なんであなたはいつもそうなのみたいな言い方したら NG です。これ一般化された批判っていうふうに言われてます。ね。じゃあ次、2番目。2番目は防御です。防御。防御はね、口癖としてはだからしょうがない。何々だからしょうがないっていうふうにすべて他のせいにするってことですね。もう、 もうう完全にこう不可抗力なアピールですねなんかこう自分の原因だったりとかするのに、いや、これはもう何とかのせいだからしょうがないよねとかっていう風にしちゃうんですよね。で、そうやって他のものの責任にすることによって責任転嫁をして自分は悪くないって自分の立場を良くするんですよね。もう自分が本当にあの悪くない、自分を守りたいって感じになっちゃうんです。だから例えば何かをミスったりとか、何か、 嫌なことがあったりとかしたときには、いや、もうこれはね、誰々がミスったからよとか、あの人が何々したかしょうがないのよとか、もう、あの全部ね、責任逃れです感じなんですよ。要は、責任感を持たないってことなんです。自分が物事に対して責任を持つことをしなくて、すべて逃げ出すんですよ。で、人のものの整理する、人の整理する。だからもう、私は興奮だよ、やってんだけど、でもこれは私の計り知りらぬのとこだから、もう関係ないよねとか。 もう違うからね、みたいな感じで、もうポーンって捨てちゃうんですよ。そういう責任感のない女性っていう風な感じですね。で、そういう人たちはもう何々だからしょうがないのよとか、あの人はいつもこうだからしょうがないのよとか、もう、あのー、これはもうこうなってるからしょうがないのよとか、これ諦めるしかないのよみたいな感じで、何々だからしょうがないっていう風にすることによって、自分が悪くない。自分が責任を取りたくないっていう感じにしちゃうんですね。無責任。 ね、不責任な人基本あの危険ですね。やっぱり、ね、幸せになれないですよね。何かあっても、いや、これはなんか何とかのせいだからってなっちゃう。いやいや、お前がやったんだろうって話になっちゃうんでね、ここは、ね、気をつけましょうってところで防御ってことですね。自分のことをもういろんな悩、ね、だからしょうがないとかいうふうな理由をつけて、え防御しちゃうってことですね。ゃ次3つ目。3つ目はねあの、見下しって感じですね。要はの、人格否定と見下しをミックスしてる形なんですけれども、いや、しょうがないよ。 だってあなたは何なんだかって感じなんです。口癖。わかりますしょうがないよ。だってあなたは何々だからっていうふうに言うんですよ。どういうことかっていうと、例えば自分は、ね、なかな,か,なんか、なかなかちょっと給料のこととかって言われたくないじゃないですか。仕事の解消がないとかっていうふうにね。で、その時になんか、いや、今日の夕飯は何とかなのよね、みたいな。で、何々なんだけど、ちょっと、ね、今月は契約しないといけないわよね、とか言って。 もうしょうがないよ、だってあなたはそんな稼ぎないんだから、みたいな。ね、でいや海外旅行、例えば旦那さんとか、ね、夏休みとか冬休みとか取った時とかに、いやーなかなかね、あの旅行に、海外旅行とかそんな贅沢させてあげられなくて申し訳ないねとか、どこどこに行けないねとかってなった時も、いやもうしょうがないよ、だってあなたがこうなんなんだから、みたいな感じなんですよ。でとにかく、相手の人格を否定した上で見下すんですよ。 ね、で本当に明らかに、ね、変わってほしいというものがあるのにどうせなんとかでしょうとかってなっちゃったりとかするんですね。でしかもそれをあのなんとかどうせなんとかでしょうってふうに言われちゃうからこっちは頑張ろうと思ってもその頑張る気持ちをへし折られちゃうんですよだからこう頑張って仕事で今はこんな状態だけどなかなかうまくいかないことばっかりだけどでもなんとか仕事でうまくいきたい頑張ろうかなと思ってたとしてもいやどうせなんとかでしょ あなたはどうせこうでしょとかっていうふうにもうへし折られちゃうからやる気なくなっちゃうんですよ。ね。だから本当そういうふうな形でこうすべてこう見下して人格を否定してでみ、っていうことをされちゃうんですよね。やっぱりね、自分のことを頑張っていうことを認めてもらえないで否定されてすでに見下されるって最悪なんですよね。本当にもうしょうがないよだってなんとかなんとかなんだからみたいな形で終わらせるような人。 特に人に対してやっている人っていうのはもう要注意です。これ気をつけましょうってことですね。ということで、本当に3つの口癖。なんであなたはいつも何とかなのとか何々だからしょうがないよ。あとしょうがないよだってあなたは何だからって。これはね、本当にね、一般化された批判、防御、そして見暮らしとあの人の否定の人格否定のミックスなので、それはすごい気をつけましょう。これねあの こういう女性と結婚をしてる男性は結構な確率で離婚をしてますね。ね気をつけましょうってところですね。女性でもうっかりね、これやっちゃってたーったらもうぜひ気をつけてください。であと、タチの悪い行動。めちゃめちゃタチの悪い行動。これも、あのー、これ同じくワシントン大学の研究の中出てきたやつなんですけど、これを、えー、する女性とは、えー、交際しない、結婚しない方がいいっていう内容がありますね。 それは何かっていうとね、無視。無視。喧嘩した時に無視。 会話を止める、話さない、黙っちゃうってうことですね。男性とかはね、結構こう、女性を怒らせないようにっていうことで、こう、話しかけないようにしよう、なるべく大人くしようとかっていうふうに、一旦収めようっていうふうな形の思考が働くんですね。だから男性が喧嘩した時に黙ってる時っていうのは、やっぱりこう、思考整理したりとか、一旦ちょっとこの場を収めようとか、冷静になろうっていうふうな前向きな感じのことが比較的多かったりとかするので、いいんですけれども、女性がね、これを無視する、黙っちゃうっていう時っていうのはね、いやー、 非常に厄介ですよ。でもね、会話を止めて一切話さない。もうむくれちゃうんですよね。で、解決をしないんですよ。で、もう、もうむくーっとなっちゃって、もう自分の思う通りに行かないと、本当にもう、パーってなっちゃうって感じですね。もう、その場から逃げる、否認する。で、えっと、すべてを放り出す。っていう感じなので、すごくね、これはね、あの、なんだろうなぁ。何があった 全てがいい方に転ばず解決にもいかないし解決する気もないしとにかく自分の思う通りのことだけを通そうとしてるっていう反応だったりとかするんですねだから相手がもう怒って黙ってる時っていうのは本当に立ち悪いのででこれをした時にねあのいやごめんねって,うわーっていうふうにやるじゃないですかそうすると余計に相手も調子に乗って逆に今度感情が高ぶってヒートアップしちゃってもうキーってなっちゃうしで それで相手の男性ももうこれだったらほっとこうって無視すると今度はそれはそれでなんで黙ってるのよってなっちゃうっていうね。すごい怖い。本当に。本当にこれはね、怖いですね。だから、あの、何かあった時に無視をする。黙っちゃう。ね、話さない。そういう女性がいたら、え喧嘩の時とかね、ふっとした瞬間それが出てきたらこの人は危険っていうことなので、そういう女性とは、本当に結婚したと厄介なことになるので、えー、ご自身のね、幸福度が下がっちゃいますので、ぜひ、あのー、避けるというか。 もうそういう女性はもう終わらせるようにしましょうということですね。ということで、えー、ワシントン大学の研究の中から見る、えー、絶対に付き合ってはいけない、えー、交際してはいけない女性の口癖3つそして、えー、行動1つということで、えー、女性の特徴についてお話をさせていただきました。 いかがでしたでしょうか。ということでこちらのチャンネルでは、えー、私が15年以上にわたってたくさんの方の婚活を支援してきて、えー、そして結婚相談所スマートブライダルでは3か月以内で成婚している方をたくさん出していますそういった経験と私が CFO 経営企画室長としていろんな企業を動かしてきたりですとか心理カウンセラーとしてこういう方の婚活を応援してきた。 成婚者を出してきた経験、それと科学的根拠、エビデンスに基づいて、皆様の婚活がうまくいくよう、3ヶ月以内で結婚できるようにということで、様々なえなアドバイスをさせていただいている、お話しさせていただいている動画となっております。よろしければチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。ということで、もしね、あのこういうお話取り上げてほしいな、これどうなんだろう、この辺どうなのかな、相談したいな、みたいなことがあれば、それもね、ぜひあのコメントの方にぜひぜひいただければと思います。もし、ね、悩んでいることがあれば、ぜひコメントの方にください。ということで、また次回お会いしましょう。さよなら。 you